おもと岳、おもと岳は、沖縄県石垣市にある標高526メートルの山である。地元では、うむとだぎと呼ぶ。休日では、う本岳、うもと学と記されている。おもと岳の標高は526メートルで、沖縄県の最高峰であり、また商法年間の商法国絵図に、琉球で唯一名前が記された山である。 石垣島の北岸沿いに東西に連なる、尾本山系のほぼ中央に位置し、北北東には深い尾本岳が、西には武様岳がある。実質的には、新大山期の河口岸からなる。板地を中心とする商用樹林に覆われているが、山頂付近は琉球地区に覆われ、背の高い草地となっている。北側の山徳には、寒日桜の自生地があり、 荒川の寒日桜自生地として、国の天然記念物に指定されている。このほか、国指定の特別天然記念物である寒無理和紙や、琉球金馬と、県指定の天然記念物である朝日なきマダラセセリ、などの動植物が、周辺に生息する。1997年9月11日に、北西六のカビラ湾と共に、カビラ湾及び尾元だけとして、 国の名称に指定されている。登山道は南側にある。北東側中腹から発する宮永川や南側中腹から発する名倉川が島の生活用水や農業用水といった水源とされ、南斜面の一部は水源観葉林に、また山頂周辺や尾根筋などは古安林に指定されている。古くから霊山として信仰の中心的存在であり、 三名の、うむつは、島の大元を意味するとも言う。琉球国由来記によると、メイクラ村の歌記は、お元の神、うむツテラシーの拝礼書で、お元の神を祀る祭事が、島内の多くの歌記で行われたとされる。また、琉球国由来記や、君ハエ由来ならびいかいかくじでは、首里の弁が、竹、大元だけ、久米島の三神は日本から渡来した姉妹であり、二番目の、 神は妹と一緒に、久米島を居所としたが、自分の山が妹のいる山より低かったので、八重山に移ってお本だけに衰弱して、島の守護神になったと伝わる。工事十三年のおやけやの乱の際には、久米島の信条を統括する、君、ハエが琉球王国の軍に帯同し、お本だけの神を説得して基準させたという、ありがとうございます。